こうスニーカーでこうやばい、まあ、鳥肌が立つみたいな感覚っていうのはあるんですけど、まあ、そんな感覚をお客さんにも提供したいですし、小島博文です。アトモスのクリエイティブディレクターをやっています。みんなからポジって呼ばれてます。90年代後半っていうのがですね、まだ日本にはですねスニーカーブティックっていうものが存在してなくて、スニーカーがファッションとしての市民権っていうのをまだまだ得ていない時代だったんですが、まあ、そんな中で2000年にアトモスがオープンした時に、日本で初のスニーカーブティックっていう形でスニーカーをファッションとして提案するお店としてスタートして、まあ、それがすごい衝撃で、まあ、ぜひここで働きたいって思ったのを覚えてます。当時はまだスニーカー屋っていう仕事がなくて、好きなことを仕事にするっていうのがなかなか難しい時代で、特に僕自体もいい大学出てるとか才能があったわけではなかったので、まあ、それにすごい苦労したんですけど、まあ、唯一トリエがスニーカーが大好きっていうことだったので、はじめ小島自体は店でお客さんに物を売ってたんですけれど、彼 そのスニーカーに対する感度っていうのが とっても優れたものがあって、やっぱりアイディアがスニーカー業界ではないところから持ってくるっていうような素晴らしいところがあったんで、今に至るまでうちではほとんどの靴のデザインは小島の監修が入ってるっていうのが現実です。ディレクターになって常に新しいことを発信していかなければならないってプレッシャーももちろんありますけど、僕らのデザインしたスニーカーを履いて街で声かけてくれたりとか、スニーカーがコミュニケーションツールとして世界がつながっているっていうのは実感しているので、アトモスとしては原宿にこじんまり構えているサブカルチャー的なショップだったんですけど、まあ、そこから今では韓国、タイ、アメリカっていう形で世界中で話題になるものを常に日本から発信するっていうのは常に意識をしてますし、まあ、今ではスニーカーカルチャーっていうものも立派な文化になっているので、スニーカー好きには夢を与えられるような仕事にちゃんとなっていると思います。